陸軍の元兵士。第一次世界大戦に従軍したフランス軍兵士で、最後に亡くなった人物。北イタリアベッドラに生まれた。6歳で父親と兄が亡くなり、近隣の家庭に預けられることとなった。9歳で、フランス在住の兄を、頼りパリに移住、新聞の売り子などを行った。1914年8月に年齢を偽り、 フランス陸軍外人部隊に志願した。フランス北東部で任務についている。1915年にイタリアが連合国側で参戦するとイタリア陸軍への入隊を命ぜられた。彼は拒否したが憲兵の護衛付きでイタリアへ送られた。イタリア陸軍では機関重視としてオーストリア・ハンガリー軍と対峙した。イタリアでは砲弾により負傷を経験している。 また、毒ガス攻撃も受けた。第一次世界大戦後はフランスに戻り、1920年にパリに金属加工会社を起こしている。第二次世界大戦中はレジスタンスとして活動した。晩年は娘と共に暮らしていた。第一次世界大戦に参加した数少ない存命者となってからは、フランス政府から死去の際は国葬にしたいとの打診を受けていたが、 当初は孤事していた。後に第一次世界大戦に参加し死去したすべての男女の何を置いてならば国葬を受け入れるとした。2008年3月12日に死去。国葬は3月17日にホテルでザンバリッドで行われた。棺はフランス外人部隊の手によって運ばれた。葬儀後、パリの市民墓地に埋葬されている。ありがとうございます。